レック法人税法ここで差をつけろ。2018年税理試験厳選論点の3回目、今回は未払い賞与というテーマでお話の方させていただきます。レック専任講師の小池康夫です。本日もよろしくお願いします。前回の本試験の内容なんですけれども、一つやっぱ実務的な論点なんですけれども、節税でっていう形で税理士が実務で割と提案してしまう形のものがある。2つ出てたんですけど、1つがこれからお話しする未払い賞与という形の論点の方を今日はお話ししていくんですけれども、もう1つは、結構カリキュラムの中には盛り込んでいる、短期の前払い費用なんで、今日はこの未払い賞与についてお話の方をしていきたいと思いますね。では早速の方なんですけど、問題をちょっと見ていきますね。当期末に決算賞与2100万円を未払い賞与として計上した。なお当期賞与については同時期に賞与の支給を受けるべく金すべての使用に対して各地別にその支給額を通知し、翌期始から2月以内にすべて支払っているとっていう、このような表現のが問題があったときに、実務でもそうなんですね。例えば決算が、その3月決算で、4月ぐらいになって利益が出てきたよとっていうことが分かった。だったら、もうこんなだったら税金払うぐらいだったら賞与出すよと。いやもう期限切れて税金対策なんてないというのがやっぱすみません、税理士の資質としてすごく重要な部分なんですけど、もしこれを言われたらどうしますかって言った時に、じゃあ今いる従業員全員にこう伝えて、もうじゃあその時に賞与出すよという、形で決算の時に借り方、使用人賞与、貸し方、未払い賞与という形のものを計上しましたと言った時に、答えの方なんですけれども、これですね。当期の末時の翌日から1月以内に支払いされたため、損益不算入っていう、これが、これは今回2月だったからっていう形で1月以内なんで損益不算入、これが各種多分専門学校的な大きな答えだと思うんですね。で、すみません、他校の回答を見たけど、やっぱここから大きく逸脱しているものは多分ないです。ただ実務的には非常にもう指摘される論点で、未払い賞与が出てて、でそれを払ったって言ったら、もうすみません、税務署側から見たら未払い賞与が上がってる、これは絶対アウトという論点なんだよということが本当に、例えばこれ私は経験してるんで、それがやっぱり分かった上で問題を見てはいますから、でそれが前払い費用とセットで、問題が作られていたんで、前払い費用も本当やっちゃうんですね。1年以内のもんだったらできる、じゃあ決算の時に、じゃあ今1年分払っちゃってという形の、問題があったんですけど、これやっぱり例えばもう本試験は1問目が原価、収益と原価は個別対応しなきゃいけない、原価っていうのは収益との個別対応を要求されているものなんで、その原価のものだったらダメに決まってるわけなんですよね。1年分払ったって、それは収益が立たない限りダメだよと、いうことを、本当は読み取ってやっていただく、問題とかがこう出ててはいたんで、もう喧嘩だからダメだよというのがありましたが、これ2台並んでるから、あ、これは節税だと思って、実務的に税理士がついうっかり説明して本当に痛い目に遭う論点を出した部分なんですね。じゃあちょっと続き見ていきたいと思うんです。1月以内だったら損金算入されるんでしょうかと。法令72-3の第2号、次に掲げる要件すべてを満たす賞与は損金算入されると。まず E、 支給額を各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。ロ、その金額を通じたすべての使用人に対して当期の末日翌日から1月内支払っていること、損金計量していることと、この要件を満たせば1月以内だったら損金算入されるかっていう判断ですけど、ここだけ見ると
できそうですよね。支給額を各人別にかつ同時期に支給受けるすべての信用に対して通知をしていることと、で税務の実務をやっていて、やはり違和感ある言葉、まあもう一生懸命法人で勉強して普通に読んじゃうと違和感なくなっちゃうかもしれませんが、商用を通知するっていう日本語ありますかね。基本通達の、9-2-43ちょっと読んできたんですけど、法人が支給日に在職する使用人に賞与の支給をすることとしている場合に、その支給日の額の通知は法令72条の3第2号以の支給額の通知に該当しないことに理由すると。これ意味わかりますかね。法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は法令72条3第2号の意の支給額の通知には該当しないことに留意すると。ここの意ですね。支給額を各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用に対して通知をしていることと、で法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することをしている場合のその支給額の通知は法令72条3第2号の支給額の通知には該当しないことに留意すると。支給日に在職する使用人のみに賞与を支給してくる場合のって言ったら結構これ普通の話なんですけれども、例えば賞与って例えば6月と12月に、まあ、サラリーマン OL さんだったら出ますよと。で割と賞与の計算ってどうやってるかっていうと、6月の賞与っていうのは例えばなんですけど11月から4月までの支給対象期間のものがあって、その6ヶ月をまるまるいたならば6月に払うよと。で次5月から例えば5月から10月までの分の支給対象期間ものを12月に払うよと。このやっぱ賞与の仕組みってわけじゃないですけれども、その在籍してたらと。なぜこんなの作るかっていうのはまあ置いといて、だから例えば大手に入って6月のボーナスって言ったら、当然入ったのは4月ですから4月1ヶ月分しか対象期間がないんで、でも6分の1に対応するものは6月にこう出るよという形のものを就業規則に書いて出されるものなんですよ。で就業規則に賞与の計算方法、今言った支給対象期間を例えば10月から、5月から10月は12月に出すよ、で11月から4月の分を6月に出すよ、まあ、会社によっては11月から5月の分を6月に出すよ、で5月から11月分の12月出す、これはもう会社の取り決めになってますけど、次なんです論点は。例えば3月に辞めたとしますよ。ある皆さんが会社をイメージしてほしいんですよ。3月に辞めました。支給対象期間として11、12、1、2、3、5ヶ月入ってます。3月で辞めた人なんですけど、6月の賞与の支給時期に5ヶ月分もらえるって会社は世の中にあるでしょうかって話なんですよ。私がもし会社のオーナーだったら、これはまず間違いなく辞めた人に賞与を出すことはないですね。で皆さんも例えば OL サラリーマンの経験がある方だったら、もう辞めてんのにその時に賞与もらえるってことはあるでしょうかって話なんですよ。で例えば今たまたま3月決算で4月までに誰も辞めてなかった、だから全員通知したって言ったらこれ平気じゃないかっていう考えもダメなんですよ。就業規則に私は支給対象期間対象分の賞与は全て払うと、要は我が社は支給対象期間の分の賞与は辞めた後でも払うという会社がないとは言えない。それならば
未払い上げてもいいよ、だけどそんな会社あるかって話なんですよね。で、支給日に在職する使用人ののみに賞与支給することをしている場合のことは、これは普通の会社はこれですよって言った時は、通知は72条の2号の E 支給額の通知に該当しないことに留意すると言われてんだと。で、普通の会社は支給日にいない人にはボーナスは払いませんと。辞めちゃった人にボーナスを払う会社でないと法令第723の2は適用できない、就業規則にそれが明記してないとできないっていう話なんですね。で、ここでやっぱり、あ、この規定政令だけを安易に読んで通達をしっかり吟味しないで、やはり未払い賞与を上げててアウトアウトアウトっていう、やっぱり税理士になってほしくないよという形で、安易な節税をしてほしくないよという形で前回の本試験出されたって論点なんです。で、ここで差をつけろという形のものなんですけれども、一月以内とか期間の問題ではないんだと。基本的には未払い賞与は損金不算入なんだと。で、法人税なんですけど、相手勘定が現金でない費用について規定を作ってるんですよ。例えば減価償却費だってルール作ってる、貸し倒れ引き当て金だってルール作ってる、棚卸しだってルールを作ってる。それは現預金ではない費用、ここについて敏感になっていただきたいと、差をつけてほしいんですよね。で、ちゃんとその理由を説明するときに、1月以内に支払われてないから損金不算入という形ではなく、今回はもう当然就業規則等から考えてっていうこともやはり答えとして、次はやっぱ意識してほしいですね。で、次なんです、やっぱりここで伝わるんですけど、安易な節税策なんてないんだということをやっぱりしっかり意識していただきたいと思うんですね。で、今お話ししたもの、本試験問題を解題したものがレックのホームページに載せてあります。レック税理士で検索していただいて、ぜひ見ていただければなと思います。レック法人税法、ここで差をつけろ、厳選論点3回目、未払い賞与です。皆さんのですね、感染にやはり刺激できれてれば何よりです。レック専任講師小池康夫でした。